白鳥、大鳥明は、日本の政治家、教育者。白鳥家は、代々小屋を務め、広崎藩主津軽家から、名字立脇を許された家柄であった。二代藩主、津軽信平の聖母、栄原因の成果の分家で、白鳥長久の末裔という。白鳥氏は、津軽家に仕えた後、白鳥を、白鳥と改め、明治維新後に、再び、白鳥と改めた。 白鳥、大鳥明は、源氏元年3月25日に、津軽郡は荒川村に、白鳥慶一、磯被災の長男として生まれる。陽名は初太郎、または八太郎。父、慶一は、明治11年に、府県会規則が交付され、明治12年3月県会の開催が決まると、第1回の青森県会議員選挙に立候補、当選。以後明治13年。 明治15年、明治19年と通算4回当選。明治23年に、衆議院議員選挙に出馬し、当選した。子は、1 0歳、都市との間に、荒川郵便局長を務めた長男の菊を、5歳、綾との間に養子に出た格郎荒川村長を務めた、僕郎5月就任、昭和2111月公職追放により退任、など4男。 大鳥明は、明治8年に前年に、慶一が創設した白鳥小学に入学し、明治9年に青森小学校へ転校。同年、旧藩校慶古館の流れを組む東欧義塾に入学し、なお慶成と改めた。学生時代は剣道を好み、籠手取りの名手だった。明治13年に、青森専門学校へ入学。明治15年になお、 大鳥剛と改め、東京専門学校政治家に入学。この年に、同郷で14歳の河西都市と学生結婚した。明治16年に仙台市の第二師団に看護卒として入隊。明治18年、長男、菊久が誕生するも妻の都市は、産後50日で死去。明治20年に帰郷し、青森から発行された学術論士の編集人となった。 明治22年2月に荒川十二河村の古町、4月に荒川村会議員となった。明治23年、後に青森市長となる三男、角郎が誕生した。角郎は明治44年に三代目、千葉伝蔵の養子となり、大正8年2月に三代目の死去に伴い四代目、千葉伝蔵を襲名した。千葉伝蔵は昭和3年に青森市会議員に当選した。 現像は、以後、市議8年、青森県会議員4年。昭和11年5月から昭和20年7月まで、青森市長。明治27年に、交際紙を出版。5月には、東津軽軍会議員となる。9月1日に投票が行われた第4回総選挙に、父、慶一が、青森第一区から、立憲革新党で出馬し当選。 口下手の慶一に代わって、大鳥明が演説し、その弁説は、論士名会で、情熱的であった。そのため、慶一が当選したと言われた。明治29年1月5日、三代目の荒川村長となる5月24日退任。明治30年8月、国有土地森林原野下げ戻し法が国会で、決議されると、山林下げ戻しの調査を開始。 明治31年3月に申告辞論出版。8月に大鳥明と改名。11月、荒川、高田両村共同で、農商務大臣に三輪下げ戻し申請書を提出。明治36年6月3日、二度目となる荒川村長に就任。6月、県会議員選挙に当選まで、通算2期8年在任。 12月19日、農商務大臣男爵、清浦慶吾の署名で三輪下げ戻し不許可の指令伝達。明治37年4月8日、荒川、高田両村合同で行政訴訟提起。明治41年2月27日、証訴判決。3月6日、証訴書面送達。明治4年1月、荒川高田三輪証祖録出版。4月、 漢村独語出版。明治45年2月24日、3度目の荒川村長に就任し、在任のまま大正4年4月11日、人造園で死去。明治30年頃の白鳥、大鳥明明治維新後、政府は基礎改正を行い、青森県では、明治8年から同9年の2年間行われた。時代の制度を無視し、私有。 共有の消紋のない山をことごとく管理に編入した。これは国の財産として山林を多くも通う時としたことによる。当時、白川伊北一山百分と言われ、薩長都いで締められた藩伐政治家は、大湯の山林に目をつけたのであった。青森県では、津軽藩が何百年と時をかけて、保護育成した三木林の美林は、すべて管有となり、 財産的価値のない裸山や原野がわずかに民間の所有とされたのみであった。これは現在でもほとんど変わらず、青森県の森林面積の7割が国有林であり、北海道を除くと全国一である。明治9年の林や上流調査で、青森県の勧誘地は112万兆部と算出されたが、青森県全体の面積は96万兆部であり、ずさんな調査により、 大庁が作成された。こうしたことが明るみに出たのは明治10年代になってからで、従来通理芝ばかりのために入山すると警察に取り締まられるという事態が起こってからであった。農民の不平不満が大きくなり、政府はやむなく明治32年国有土地森林原野下げ戻し法を施行した。これを受けて青森県からは、 全国最多の2910件にも及ぶ申請が出された。荒川村と隣接する高田村は、八甲田山に広大な林地を持っていて、上京年間以来、約200年の間、民有として利用し、廃藩地県後も、ブラック共有林としていたが、明治9年に突然、勧誘地に編入された。10年後に、初めて勧誘地編入が誤りであることが分かった。 ものの、どうにもできない状況であった。明治29年1月から荒川村の村長を務めていた白鳥大鳥明は国有土地森林源や下げ戻し法が国会で議論になると早速9月4日から山林下げ戻しの調査を開始した。反省時代から村民の共有地であるという証拠書類や絵図面などを集めてこれによって裏付けようとした。 その結果、明和年間の荒川村外15河村橋両上、及び、滝木鳥山の書類一冊、状況年間調整の野沢村図面一枚、天那年間の小畑沢村図面一枚、野沢村古建地水町一冊などを見つけることができた。これらの書類を整えた白鳥は、荒川、高田村共同で、明治31年11月に、農商務大臣に、 山林下げ戻しの申請書を提出した。明治30年8月に国有土地森林原野下げ戻し法が決議されて、以来、全国各地から申請が殺到し、農商務省山林整理局の議手が現地調査に現れたのは明治33年9月であった。この時、白鳥は荒川村長を退任していたので、公認の村長、桜田文吉と、 高田村の奥崎義郎村長と白鳥の三人で、幕田茂次議士を案内した。村長を退任した白鳥は、再三状況をして、関係当局を訪ね、陳情を繰り返していた。また、その頃政界を引退していた父、慶一も、明治36年1月に、東欧の農民、慶一近手、民工閣下にことすで始まる、憲白書を内閣総理大臣伯爵。 桂太郎に呈した。そして再び同年6月に二度目の村長に就任した。二度目の調査は、白鳥が村長に就任した翌月29日に、農商務省三輪局の役人二人と青森、大林宿所員ら10名ほどが4日間にわたって行われた。この調査の結果を白鳥らは大いに期待した。また、8月5日、父、慶一は、 内務大臣、小玉玄太郎と面談し、今日の書芋班長村派三輪玄野を所有しかつくのを利用、するものなれば即に三輪玄野の下げ戻し等々霊行、せざるを毒ざるを、術べまた、将来文化の進歩に連立後有林造成の必要、なるゆえんを、せついたところ、小玉は大いに同感したという。期待の膨らむ中、12月19日、農商務大臣断釈、 清浦敬吾の署名で三輪下げ戻し不許可の指令が伝達された。白鳥はその時の心情を次書荒川高田三輪省ソロク1月で次のように記している。白鳥の著書、荒川高田三輪省ソロク白鳥は苦心して集めた証拠書類から推察しても申請却下に納得できず、清浦実商務省を相手取って行政訴訟を起こすことを 高田村長と相談して決めた。荒川村会と高田村会は白鳥を訴訟代理人に決定する議決をするものの提訴に踏み切ることができなかった。問題解決まで長期化が予想されること、三輪下げ戻しの裁判での弁護士費用の相場が三輪全体の半分と非常に高額であることなどがその理由であった。実際、 同様の訴訟でヨモギ村の八戸屋太郎村長が身の城を潰した。そのような巨額の訴訟費用を捻出できない荒川村と高田村は白鳥に義教を持って訴訟費用の一切を負担する様に依頼した。条件として、小祖の暁には両村ともそれぞれ十分の一の山林をその代償として白鳥に与えることを議決した。白鳥は訴訟代理人を引き受け、 代理人となった以上訴訟費用を最小限に止めるため、弁護士への依頼を止め、一切を自身で当たる覚悟を決めた。白鳥は一切の費用を自弁し、書類の作成も自らが言った。こうして、明治37年4月8日、行政裁判所に提訴した。 白鳥は津軽半島地時代から新刊を取る山は村民の共有として県知水町に記されていること。県知水町は民有地を定めており、藩の管理するものは一切記載がないこと。状況の絵図面は新刊を取る山がどこにあるかが記されていること。国有土地森林間や下げ戻し法第2条に公募や公所に記載のあるものは下げ戻しすべきと明記しており、 県知水町は津軽藩の大町であり、現在青森県の公募であること、その公募に絵図面も付帯してあることにもかかわらず、下げ戻しが許されないのは地方実のため、国家のために悲しいことだと述べた。訴訟に踏み切った頃、県会議員になっていた白鳥は県会に諮り、三輪払い下げに関する県議省県知事から農商務大臣に提出させた。その内容は、 青森県の林業を奨励し、町村基本財産を造成させるため、館内勧誘林野の下げ戻しや払い下げの必要を説いたものだ。このことは、白鳥が単に荒川、高田良村の問題としてのみならず、青森県全体の問題として捉えていたことを物語っている。明治40年10月、白鳥は東京行政裁判所から、 高等審問の呼び出しを受けた。荒川高田三林省ソロクにはその時の陳述の模様が10回されている。ついで12月に第2回の高等審問が開かれ、白鳥は病中であったが、新発見の証拠書類を持って上京した。翌41年2月に第3回の高等審問の呼び出しがあった。この時に問題になったのは野沢村五軒地水町だった。 白鳥は一時間にわたり、疑義を解くべく陳述した。問題になったのはスケユ付近の山だったが、白鳥は温泉は現に民有であり、粗末だが各社を設けて営業し、税金を納めていることを盾に陳述した。この時の行政裁判所長官、山脇県の模様を荒川高田三輪省ソロ区に白鳥は記している。 その結果、2月27日に宣告が行われ、勝訴となった。3月6日には、書面が送達された。これによって、荒川、高田両村民は、関水宅、矢別沢など15,065丁部を取り返したのである。4月18日に、高田村会は、村長、奥崎義郎名で白鳥に感謝状を送って、勝訴を喜んだ。 ところがこの面積は、戦術のずさんな調査によるもので、実際は2000長部教であった。この取り返した山林は、現在では、荒川地区、高田地区の財産区として管理されている。また、下湯ダムには、白鳥の検証費が、青森市立荒川小学校には、共像が建てられている。白鳥は、明治31年に、漢字乱用、学力低下の弊害を訴える。 新国字論を出版して新しい漢字による日本語改革論を主張した。第二次世界大戦後に文部省が国語審議会を設置して東洋漢字を制定したが読みにくい漢字の制限と一部は略字を用いて平易にすることが目的であったがその50年以上前に白鳥は同じ主張をしていたのである。白鳥が総案した新漢字は 施策の意を出なかったものの、文学博士、井上哲次郎や、貴族院議長兼帝国教育会会長、この絵集まろ、島田サブローラと議論した。白鳥の考案した、新漢字は、動物は、獣弁、魚類は、魚弁、草花は、草冠、樹木は、木弁、虫は、虫弁にカタカナを組み合わせ、生命は、生の作りに、死を組み合わせ、名は、男なら、 人弁、女なら、女弁をつけた。新国字は、この新漢字と色の名前や数字、東西南北、数字、前後左右、上下などの従来の元字からなる。白鳥が作った字字下から、日本の将来を憂い、民族の前途を案ずるところから発して、この新国字論を作るに至ったゆえんがわかる。明治41年の白鳥。 大鳥ら白鳥は、明治30年頃から、十和田湖やスケ湯温泉が、将来必ず観光地として、脚光を浴びる日が来ると考えていた。当時、青森からスケ湯温泉に行くには、荒川から金浜を経て行く細い山道しかなかった。そのため、荒川には3軒の宿屋があり、スケ湯へ行く人々は、荒川を午前3時くらいに出発した。白鳥は、観光地になるには、 車が通れるような道路が必要だと考え、荒川から金浜、イグリサは、冠水宅を経てスケユへと至るルートを自ら選び、村が、小学の経費を出してさえくれれば、自己負担しても良いと考え、道路造成を村会に提案した。ところが、村会は、また、白鳥の物好きが始まった。山に車で行くなんてできるわけがないと満足に審議もせず否決してしまった。 ところが、昭和10年に、横内からスケ戸と和田湖に至る観光道路が開かれ、バスが走るようになると、荒川村民は、白鳥の先見の命に驚くとともに、バス路線から外れたことを悔やんだと伝わっている。白鳥が、進歩的な考え方を持っていたことは明治44年、頃に、荒川上流のイグリ沢を眺めて、次のような詩を作ったことからも伺える。 白鳥の予想通り、この地に水力発電所が建てられ、その水力によって荒川村に伝統が灯ったのは大正6年、白鳥の死の2年後のことであった。また、白鳥は消防の重要性を考え、自費で流土水を購入して村に寄付し、消防団、共同組を組織させた。村長時代の白鳥は外出時には、 いつもフロックコートを的ハイカラ村長であったが、明治27年に表した、交際史、全一名金言ドドイツがある。これは交際と礼儀に関するエチケットを、ドドイツ約1150句にしたもの。諸言で、今が国は、日清月歩のありさまありといえども、制度風習売れうべき天なきにあらず、あるいは、カゴの取り善たる人、あるいは祖方粗雑なる寄付、 あるいは買わずのごとくは不捨れず、あるいは時間の尊きを知らざるがごときさ法あり、多数の終身交際法乱れて、少数の礼儀また定まらざるありさまあり、これをもって、今日の急務は我々多数の人民がいかなる位置に、あるやを指し、我々をして解きやすく、悟りやすき方法をもって、多数の心を開くにあらんと白鳥は、文明開化の勢いで、西洋文化が入り込み、 旧来の文化と入り乱れ、雑然としているのを憂いたのだという。日清戦争前に男女共学、男女の交際を進めている。また、と洋風の礼儀作法を移植中にわたって心得を述べている。このほか、といった男女交際のコツなども書かれている。白鳥がこうしたいチケット集を出版したのは荒川村やその近隣が旧体依然とした風習の中にあり、 巨礼廃止や観光葬祭の簡略化などの生活改善運動を率先して行うためであった。その運動のために明治32年に当時30円以上した原冬期を自費で購入し、生活改善、文化、人物、日清戦争の戦況などを村内はもちろん津軽地方を無料巡回営者し、普及活動に努めた。 明治40年に設立した、高川村勇兵会の主遺書に次のようなことを、白鳥は書いた。ありがとうございます。